皆さんこんにちは、しょうまにです。今回はトミカのまとめ開封をしていきます。今回はこちらの2台ですね。はい、では早速紹介していきます。まず1台目はこちら、ナンバー107番トヨタボクシーです。スケール67分の1でアクションギミックは左右ドアスライド開閉になります。サスペンションはないんですね。でボディカラーは黒ですね。はい、箱は大きめです。はい、でベトナム製ですね。それでは開封していきます。はい、こちらですね。はい、ではまず全体を見ていきましょう。下は特に加工されていないです。でサスペンションはありません。それでは細かいところを見ていきましょう。まずここは黒の塗装で塗りつぶしになってます。ここの窓ですね。でここの窓枠とここの窓枠は艶消しになってます。でちゃんとドアノブもあります。では内装を見てみましょう。ハンドルありますね。でギアはちょっとないのかな。ギアはちょっとなさそうですね。で、ダッシュボードはこんな感じです。はい。ハンドルと、あとは、モニタースイッチですね。はい。で、シートには模様があります。ギアはなかったです。はい。で、2列目のシートはこんな感じです。ちょっとね、ドアがね、ちょっと緩い感じです。はい。すぐ、開いてしまいます。まあ、アクションギミックが左右ドア開閉なので、サイドドアはスライド開閉ですね。なので、まあ、開くのは、まあ、当たり前かもしれないんですけども、ちょっと緩いですね。はい。結構ブカブカしてます。で、後ろのシートにも模様があります。はい。で、前ですね。フロントになります。真ん中の部分には、ネッツのロゴマーク、エンブレムですね。はい。タンポイ札になってます。で、ヘッドライトは銀色の塗装で塗られています。しっかり色分けされてますね。ここも銀色の塗装で塗られています。フォークランプですかね、おそらく。はい。で、あと、フロントグリルはこんな感じです。はい。忠実に再現されています。ルームミラーもあります。では、反対側もね、見ていきましょう。反対側もサスペンションはないです。では見ていきましょう。はい。反対側からも内装を見てみます。
あ、もしかしたら、小さくギア再現されてるかもしれないですね。ちょっと見えにくいですかね。はい。で、後ろですね。リアになります。後ろの窓の部分は黒の塗装で塗りつぶしになってます。で、ブレーキランプ、テールランプは銀色の塗装で塗られています。で、真ん中の部分にはトヨタのロゴマーク、エンブレム、そしてボクシーと書かれてますね。すべて単方印刷です。はい。で、特にマフラーとかは再現されてないですね。はい。ボディはツヤツヤの黒です。で、アクションギミックですね。左右ドアスライド開閉です。はい。こんな感じですね。はい。ではもう一度内装を見てみます。こんな感じです。忠実に再現されていますね。はい。というわけで、まず1台目は、ナンバー107番、トヨタボクシーの紹介でした。続いて2台目です。旧トミロゴですね。ナンバー27番、トヨタウィル V ですね。スケール60分の1でアクションギミックはスーパースピードサスペンション、ボンネット開閉になります。で、ボディカラーは黄緑ですね。はい。この車は、もうあんまり見かけないですね。あんまりっていうかもう、ほとんど実車見たことないような気がします。はい。でもうっすらなんか実車見たような気もするんですけども、最近は全然見かけないですね。はい。メイドインチャイナ、中国製です。では開封していきます。はい、こちらですね。これ僕が小さい時、まあ子供の頃ですね。子供の頃に買った記憶はあります。はい、このトミカですね。すごい懐かしいです。はい。ちょっと塗装とかもちょっと焼けが、色焼けがあるような感じがします。はい。ちょっと薄くなってるような気がします。か、もともとの色かもしれないんですけども。なんかちょっと、色焼けになってるような気がします。はい。まあ、はい。では、まず全体を見ていきましょう。結構、このトミカで結構たくさん遊んだ記憶はあります。当時ですね。はい。すごく懐かしいです。うん、やっぱちょっと色焼けしてるような気がします。はい。下、しっかり加工されていますね。こんな感じです。で、サスペンションしっかり効いてますね。では、細かいところを見ていきましょう。若干やっぱ、色がちょっと焼けてるような気がします。はい。ちょっと薄くなってる感じがあります。はい。で、内装を見てみましょう。ハンドルありますね。で、ギアはないですね。で、シートには模様があります。はい。まあ、少しあるって感じですかね。シートの模様ですね。はい。で、ダッシュボードはこんな感じです。はい。なんかハンドルに線が入ってますね。はい。模様なのかな。で、後ろのシートはこんな感じ。
後ろのシートは模様はちょっとなさそうですかね。見た感じ。はい。で、前ですね。ヘッドライトは銀の塗装で塗られています。で、特にエンブレムなどはないですね。はい。で、ここのボンネットが開閉します。こちらのボタンですね。この下のボタンをシュッと、シュッと、こうやって押すと、パカッと開きます。で、こんな感じですね。で、中にはエンジンなどが、ありますね。はい。再現されています。はい。まあ、特に色分けとかはされてないですね。はい。ルームミラーもあります。それでは、反対側もね、見ていきましょう。反対側のサスペンションもしっかり効いてます。はい。うわぁ、もうここの、メッキが剥がれちゃってますね。あのタイヤのホイールの、この部分ですね。すごく遊んだ記憶があります。本当に。思い出のあるトミカです。はい。の1台ですね。はい。他にもいっぱいあるんですけども、そのうちの1台です。はい。僕にとって本当に思い出がある、トミカです。はい。そのうちの1台です。はい。では反対側からも内装を見てみます。で、リアですね。後ろになります。ブレーキランプ、テールランプは赤の塗装で塗られています。で、後ろも特に、エンブレムなどはないですね。ロゴマークなど。はい。で、マフラーはこれです。で、後ろの窓からも内装を見ることができますね。はい。というわけで、2台目はナンバー27番トヨタウィルビーの紹介でした。というわけで、以上、こちらの2台ですね、今回まとめ開封紹介しました。なお、こちらの2台はすでに単独で開封と紹介動画アップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録お願いします。そして、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。さよなら。